緊張しますね。皆さんおはようございます。Ruby meets WebAssembly ということで、今日は最近少し話題になっている Ruby と WebAssembly の話をしようと思います。よろしくお願いします。今日のスライドは、こちらの QR コードを読み込むことで、お手元で見られると思いますので、お手元で、ご確認いただきたい方はこちらを読み込んでください。今日の話は Ruby が WebAssembly 上で動くようになったので、その紹介になります。何事もなければ、Ruby 3.2 の機能として出荷される予定です。で、今日はなぜ WebAssembly 対応するのかというモチベーションを、初めに紹介して、Ruby の WASM 対応のデモを交えながら、WebAssembly のユースケースについて紹介します。後半は、WASM 対応にあたってどのようなことをしたのかという、具体的な技術的な内容に、なると思います。改めまして、Ruby のコミュニティでは初めましての方が多いと思うので、少しだけ自己紹介をさせてください。斉藤と言います。インターネットでは家庭の医学くんというハンドルネームで活動しています。本業は早稲田大学の学生なんですが、GoodNote という、ノートアプリの会社で、ソフトウェアエンジニアとしても働いています。Ruby との関わり方としては、去年、クックパッドのインターンとして、タイププロファイDE、去年、キーノートで遠藤さんが紹介されていたやつですね、のお手伝いをしたり、秋頃からは、CRuby の WebAssembly 対応の作業をやっています。その流れで、今年の頭からは CRuby のコミッターとして WASM ポートのメンテナンスをしています。Swift の方でもコミットとして WebAssembly 対応をやっていたり、リンクタイムオプティマイゼーションの実装だったり、コンパイラからインタープリタまでいろいろとやっています。早速ですが、内容に入っていきましょう。まずはじめにモチベーションですね。 Ruby と Swift って何から何まで違う言語ですよね。そんな2つの言語でコミッターをしている、変な人なんですが、もちろん Ruby は大好きな言語です。なんといっても Ruby は書いていて楽しいですよね。さっと書けますし、文字通り何でもできる言語なので、思った通りに自由にプログラムが書けます。ライブラリもエコシステムも成熟しているので、必要な機能をさっと作ることができて、これもいいところの部分ですね。そうは言っても Ruby にもなかなか難しいところもあります。当たり前のことかもしれませんが、Ruby で書いたプログラムを実行するためには Ruby インタープリタを実行するマシンにインストールする必要があります。例えば Web ブラウザとかモバイル OS とか、そういう制限された環境だと Ruby、 特に CRuby をインストールするのはかなり難しいです。というわけで、ユーザーに Ruby をインストールさせない場合、大抵サーバーサイドで実行することになると思います。ただこれはプログラムのユーザーにとって優しいですが、プログラムの開発者にとっては優しくないです。特にちょっとしたプログラムを公開したいだけの場合、サーバーの管理コストとか考えたくないですよね。それからもう一つ大きな難しさとして、 Ruby のインストールバトルがあります。 Ruby のインストールは初学者がつまずきがちなポイントで、環境ごとにトラブルシュートする必要がある難しい問題です。今では Ruby ビルドなどでかなり簡単になっていますが、それでもビルドフェイルドという文字列を何度も見たことがあると思います。
これらの難しさを解消することは Ruby への入り口を広げるだけではなく、皆さんの日々のプログラミングライフの中で Ruby を使える機会を増やせるんじゃないかなと思います。さて、ではどうやってこれらの難しさを解消するのが良いでしょうか。その選択肢の一つが WebAssembly です。Web アセンブリーははっきり言ってしまうと、プログラムの配布形式におけるゲームチェンジャーです。おそらく名前だけしか聞いたこともないという方もいるので、軽く解説すると、まず Web アセンブリーはスタックマシン向けの命令フォーマットの仕様です。これはその名の通り、Web ブラウザでプログラムを動かすことをメインの目的として設計されています。アーキテクチャやプラットフォームに依存せずポータブルであること、ソースの言語に非依存であること、第三者から提供された信頼できないプログラムを安全に実行できることというのがメインのデザインゴールとなっています。WebAssembly が何を解決するのかというのを先ほどの課題と照らし合わせてみると、まず現代ではブラウザはどの環境にもありますよね。 Ruby がブラウザで動くようになれば実質的にどこでも動くようになります。ということで、プラットフォームサポートの幅がぐんと広がりますね。もう一つのインストールの問題ですが、こちらはブラウザ上で動けば明示的なインストールが必要なくなりますので、初学者は環境構築でつまずくことがぐんと減るんではないかと思います。WebAssembly のレイヤーとしては C や C++、Swift などのさまざまな言語からコンパイルされる X86 や ARM と同様のレイヤーとなります。コンパイルされた .wasm ファイルは Web ブラウザ上で実行されます。具体的な流れとしては、まずコンパイラで wasm ファイルを作って、でブラウザ上で、JavaScript を使って .wasm ファイルをダウンロードして、で最後に、ブラウザの実行エンジンで、wasm プログラムを起動するという流れになっています。さて、ここで、CRuby を使って Ruby をブラウザ上で動かす場合を考えていきましょう。流れとしては、C で書かれた Ruby インタプリタを、.wasm ファイルにコンパイルして、でそれをブラウザ上にロードして、起動された Ruby インタプリタで Ruby プログラムを実行します。さて、ここで、デモをしたいと思います。どのぐらい手軽に、ブラウザで動かせるとかというのを、デモしたいなと思います。こんな感じで、スクリプトタグを読み込みます。で、ここで Ruby、インタープリタが、ロードされているので、ここで Ruby のスクリプトを書くことができます。 type イコールテキスト Ruby、 なかなかかっこいいですね。これで、Ruby を書けるので、とりあえず、適当に HTTP サーバーを立てます。で、これで、実際にブラウザで、
起動してみるとハローが表示されていますね。というわけで Ruby がブラウザで動いています。やったねということでまあでもハローワールドだけじゃつまんないですよね。もう少し、複雑な今日の運勢を占ってみましょう。さっきと同じようにスクリプトを、ロードしておいてとりあえず、JavaScript との、連携が見たいですね。このように、JavaScript ライブラリがあるのでこんな感じで Ruby が書けて、JavaScript とも無事に連携できましたね。で、ここから、おみくじを引いていきたいです。ズルをします。ここで、普通JavaScript の API がそのまま Ruby のプログラムとして自然に書けます。これは Ruby の表現力のおかげですね。これでイベントリスナーを書けます。ブロックでコールバックできるようになったので、ここでの運勢をサンプルしてみましょう。結果を DOM に書き込みますということで、お、なんかエラーが出てますが、なんて言ってるんでしょうか。アンデファインドボタン、綴りが違うんですね。 T が足りないと。今度こそ、お、いけてそうですね。で、おみくじを引きます。あら、アンラッキー。これは 何度でも引けるんですよね。あれ、あー、ラッキーになりました。ということで Ruby でおみくじが書けました。まあこれは全然おもちゃですよね。でもうちょっと複雑なデモをしたいと思います。で、今の、コードというのは、この Ruby すら Ruby.wasm というリポジトリにありますので、後でチェックしてみてください。で、次、次のデモは、これが 本題ですね。なんと IRB が動きます。これ見えますかね。
なんか普通の IRB ですね。これブラウザで覚えてるんですよ。コンソールじゃないんですよ。ここで、まあなんか時間とか表示してみますか。UTC ですね。ここ実はジェムがインストールできて、シンタックスツリーっていうRuby のフォーマットだったり、lint だったりできるやつがあるんですけど、これが PRuby で書かれているので、ここのデモにちょうどいいんですよね。で、なかなかダウンロードが終わんないですね。本当だこれだからデモは怖いですね。お、今度はなんだ、ジェムだ、本当だ皆さんの方が詳しいですね。はい、ようやくインストールできました。これでえ、今度は何？なんだなんだ。おっと。おっとおっと。まあ、いや、こっちができたので、じゃあ、シンタックス3は一旦置いておいて、SVG のデモをしたいなしましょう。なんかジェムにアップデートあったのかな。これは、SVG を Ruby で組み立てられる、ジェムで、で、これが今適当に書いたんですけど、こんな感じで SVG が生成されるわけですね。で、まあこれは、ブラウザ上で動いていますので、これを、そのまま表示してみましょう。よかった、こっちはうまくいった。ということで、IRB が、大体動きます。というので、こちら、インターネットに公開しているので、ぜひ、お気に入りのジェムで、試してみてください。いかがだったでしょうか。ここからは、今デモした WebAssembly がどのように動いているのかというところを紹介します。実はバニラな Web アセンブリー自体にはファイルシステムへのアクセス方法は規定されていません。システムの時計にもアクセスできませんし、もちろんネットワークにもアクセスできません。では先ほど見た time.now は何を返しているのでしょうか。お察しの通り Web アセンブリー自体でできないことは外側のホスト環境、ここでは JavaScript にやってもらおうという感じになっています。実際に time.now が呼ばれると CRuby の中で clock.getTime システムコールが呼ばれて、最終的に date.now が呼ばれて結果が返ってくるわけですね。ただここで WebAssembly が今や Web だけのものではなくなってきているという話が出てきます。サンドボックスによるセキュリティ機構やバイナリのポータビリティはウェブブラウザ以外の場所でも嬉しいんですよね。
例えばサーバーレスプラットフォームはだいたい関数のロジックをデプロイするわけですが、プラットフォーム側が WASM さえサポートしていれば、ユーザーはいろんな言語でロジックを書けるわけですよね。これはプラグインシステムなどでも同じような嬉しさがあると思います。というわけで、WebAssembly はブラウザの JavaScript と常に一緒に実行されるわけではないという、そういう状況になってきています。そこで、WASI という標準化されたシステムコールの仕様が出てきました。 WASI は WebAssembly システムインターフェースの略で、プラットフォームに非依存なシステムコールインターフェースを定義します。システムスタックとしてはマッスルなどの libc が WASI のインターフェースを通して実際の WASI の実装を呼び出します。ここ数年タイムでの WASM を CLI から実行する WASM タイムでの WASM を CLI から実行する WASM タイムでのWASM を CLI から実行する WASM タイム、サーバーレス環境であるファストリーのコンピュートアットエッジやクラウドフレアワーカー、また最近は VS コードの拡張機能が WASI 対応をしたり、ログ収集ツールのフルエントビットのプラグインシステムも WASI をサポートしています。また言語側でもサポートが広がっており、 C や C++、ラスト、スイフトなどがサポートしていて、ここに今回スイフトじゃないや、ルビーが加わるわけですね。ただ他の言語とちょっと事情が違うのが、ルビーはルビーインタプリタと .rb ファイルを配布しないといけないです。あとそもそも、WASM に対応しているブラウザ以外の環境だと、だいたいワンバイナリしか受け付けてくれないんですよね。 .rb ファイルを別途ホストのファイルシステムに配置してから起動してくださいねというのはなかなか面倒ですよね。というわけで、ホストから読み取っていた .rb ファイルをこうしてバイナリに埋め込むための WASI VFS という仮想ファイルシステムを開発しました。とりあえず、Ruby を動かすためにリードオンリーな、インメモリのファイルシステムをサポートしています。この VFS は WASI のインターフェースをプロキシする感じで動くので、実は、Ruby 以外でも使えます。風の噂で CPython がこれで使えたという話を聞きました。ではここで、ブラウザ以外で動く例としてサーバーレスのデモをしたいと思います。さっき名前出した、ファストリーのコンピューターとエッジで動くデモを作ってきました。またデモだ。今回の、スクリプトとしてはこんな感じで、ファストリーの、コンピュータータエッジっていうのは、HTTP リクエストを CDN のエッジサーバーでハンドルするサービスなので、リクエストを受け取ってレスポンスを返すロジックを書いていきます。で、リクエストを受けると WASM ファイルが、実行されるので、こうトップレベルに、レスポンスのを組み立てるロジックを書いていきます。でこれは単純に、HTML を組み立てて、で現在の時間を time.now で、WASI のインターフェースを通して取得して、であとは、Ruby のバージョンとか、環境とかを書き出して、それを、クライアントに送ります。でこの、RB ファイルを
こんな感じで、.wasm ファイルに埋め込みます。ここじゃないや。で、この、.wasm ファイルには Ruby インタプリタと .rb ファイルが含まれているわけですね。で、今のスクリプトをデプロイした環境がこちらになります。アクセスしてみてください。というわけで、Ruby がエッジで動きました。でもこれクライアントと見分けつかないですよね。リロードすると時間が増えます。楽しい。という感じです、で、内容に戻るとというわけで、Ruby 3.2 では WebAssembly と WASI のサポートが、入ります。で、ポートした Ruby むき出しの状態だと皆さんちょっと使いづらいと思うので、Ruby.wasm というリポジトリで NPM パッケージとビルド済みの WASM ファイルを配布しています。で、実はさっきのデモも、この NPM パッケージを使ってちょちょいと作っていました。で、皆さん、ぜひお気軽に、お試しください。で、ここまでが前半戦で、ここからどうやって C Ruby を WebAssembly にポートしたかというところを紹介します。まあ、C Ruby は C でプログラムで書かれたプログラムなので、まあ、すでにいろんな環境にポートされています。で、この C Ruby のソースコードはかなりポータブルに書かれているので、まあ、C から WASM にコンパイルするコンパイラーはあるし、まあ、ポーティングは簡単だなと。まあ、そんなわけないんですよね。C Ruby は内部にたくさんのドラゴンを飼っていました。その例としては、セットジャンプ、ロングジャンプに依存した例外機構だったり、アーキテクチャ依存のコンテキストスイッチを使ったファイバーだったり、あと、またこれもアーキテクチャ依存している保守的 GC だったり、まあなかなか倒しがいがありそうですよね。というわけで、一つずつ深掘りしていきましょう。早速 C Ruby の内部の実装に潜っていくんですが、C Ruby の例外機構はセットジャンプ、ロングジャンプで実装されています。ここにドンと書かれている VM exec という C Ruby の関数は VM 命令を実行するやつです。ループの途中に go to とかってちょっと泣き出したくなりますね。めげずに読み進めるんですが、ここで、EC エグゼクタグマクロとか、という、マクロでセットジャンプが呼び出されて現在の実行状態が保存されます。1回目の普通の実行ではタグ none が返ってくるのでそのまま if 文に入ります。そうして VM エグゼクコアっていう、VM 命令列をひたすら実行していく関数で、実際に Ruby を実行していきます。で、ここで、レイズメソッドで例外が投げられたとしましょう。
レイズメソッドを掘っていくと最終的に RBRaiseJump という関数にたどり着くんですが、ここの中でロングジャンプが呼び出されています。普通関数が終了すると関数の呼び出し元に制御が戻っていくんですが、ロングジャンプを呼び出すとセットジャンプから保存したところまで一気に戻っていきます。コールスタックを一気に遡っていく方向へのジャンプになります。こうやってロングジャンプで戻ってくると ECExec タグはタグ何以外を返すので ALS ブロックに制御が移ります。でここで例外ハンドリングが実行されるわけですね。なんとも不思議なプログラムですね。例外処理の大体の流れが分かったので、次は不思議なセットジャンプ、ロングジャンプがどうやって実装されているのかを見ていきます。まあ、当然、アセンブリで書かれているんですね。これは、マッスルリブ C の X8664 向けの実装です。大体やっていることとしては、現在のマシンスタックの位置と、マシンスタックの位置とマシンレジスタとプログラムカウンターの保存と復元です。で、一番のクロマ術がここのプログラムカウンターの操作の部分ですね。 X8664 の場合、関数呼び出しの時に呼び出し元のアドレスをスタックに積んで、でレッド命令でそこに戻るジャンプをしますよね。で、セットジャンプはそのマシンスタックに積まれた戻り先のポインタを保存するわけです。逆にロングジャンプでは保存されたアドレスにジャンプするという普通の関数ではできない全く違う動きをするわけですね。で、ここでのジャンプは C の関数内に対する GoTo や関数呼び出しとリターンの組み合わせでは表現できないジャンプとなっています。GoTo や call return で表現できないというのは WebAssembly ではちょっと厄介です。 WebAssembly はセキュリティのために関数の戻り先アドレスを WebAssembly 自体の保護されたスタックに積みます。このスタック領域はプログラムからアドレス参照できないので、VM からしか見えません。なので基本的に関数呼び出しでプッシュするかリターン命令でポップするかという2つの操作しかできないので、どう頑張っても戻り先のアドレスは読めないんですよね。というわけでセットジャンプの大事な部分が実装できません。もう一つプログラムを守る機構があって、そもそも戻り先のアドレスを読めたとしても関数をまたいだジャンプっていうのが命令セット的にできないんですよね。なのでジャンプは関数呼び出しか関数内の GoTo しかないんですが、これだとロングジャンプを実装できないですよね。というわけでちょっとずつポーティングに欠けているピースが見えてきました。整理すると、現在の実行状態を保存すること、保存した実行状態に復元することの2つです。で、ここでもう一つのドラゴン、ファイバーの実装について見ていきましょう。ファイバーに関しても、まあ、なかなか難しいところがあります。ご存知の通り、ファイバーはセミコルーチンの一種で、プログラムを止めたり再開したりという操作ができる面白い機能ですね。こんな感じでフィボナッチ数列を返す無限ジェネレーターが簡単に書けます。レジュームとかイールドとか、こういう途中で止めたり再開したりするプログラムっていうのは、ユーザーランドのコンテキストスイッチで実装されています。ここでいうコンテキストっていうのは Ruby の VM スタック、マシンスタック、マシンレジスタ、プログラムカウンターという感じですね。
ファイバーごとにコンテキストがあるので、コンテキストが切り替わるタイミングで今のコンテキストを保存して、次のファイバーのコンテキストをロードする感じです。保存しないといけない情報はだいたいセットジャンプロングジャンプと同じです。ただセットジャンプロングジャンプと、違う部分が一つだけあるんですよね。ロングジャンプはコールスタックの呼び出し元に戻っていく方向に、ジャンプするんですが、ファイバーの場合は、全然関係ないコールスタックにスイッチしないといけないんですよね。というわけで、セットジャンプロングジャンプから、さらに難易度が上がっています。最後に保守的 GC の実装もなかなか難しいです。保守的 GC というのはデータ領域からオブジェクトのようなものを見つけてきて、それらをルートオブジェクトとして、生きているオブジェクトとしてマークしていきます。 CRuby の保守的 GC の実装はレジスタとマシンスタックの中身をスキャンして、でそこからオブジェクトみたいなものを見つけてきます。ここで WebAssembly の実行モデルと照らし合わせてみましょう。 WebAssembly はスタックマシンの、アーキテクチャなので、値のスタックがあるんですが、これも先ほど、紹介した保護されたスタックに入っています。ここの領域はアドレス参照できないので、C でローカル変数をアドレス参照したりするときは C スタックと呼ばれる線形メモリ上の領域に配置します。なのでマシンスタックとしては保護されたスタックの中のバリュースタックと、もう一つ線形メモリの中の C スタックの2つがあるわけですね。C スタックの方は線形メモリなので普通にスキャンできるんですが、バリュースタックの方はプッシュポップしかできないので動的にスキャンということができません。もう一つのスキャン対象としてマシンレジスタがありますね。これは WASM ではローカルズという領域に対応します。ローカルズは関数ローカルなレジスタで、各コールフレームにローカルズのストレージがある感じです。で、このローカルズは現在のコールフレームのものしか見えないので、1個前のコールフレームのローカルズは見えないんですよね。なので、全てのローカルズのスキャンというのが難しいです。ということで、もう一つ、全てのフレームのローカルズとバリュースタックのインスペクトというピースが足りないことが分かりました。で、この足りないピースを埋めてくれるのが AsyncFi です。AsyncFi は WebAssembly プログラムに対してローレベルな一時停止と再開の仕組みを提供する、アルゴリズムです。これはもともと JavaScript の async 関数を sync な C の関数から呼び出すための、Google の、アーロン・ザカイさんによって考案されたテクニックです。ただJavaScript に依存しているわけではないので、WASM の環境でも使える一般的なテクニックです。具体的にどうやっているかというと、C コンパイラの吐く WebAssembly バイナリに対して、インストラメンテーション、プログラム変換を適用して、で、元のプログラムではありえない動きを実現します。AsyncFi の基本的なアイデアは Unwind と Rewind という2つの操作に基づいています。実際のプログラムの例を見ていきましょう。
これはスリープしている最中に他のことをするプログラムの例です。まずはじめに普通に関数 foo を呼び出して、ここでスリープする前の before を出力する put を実行します。スリープが呼び出されると、スタティック変数の isSleeping がここでは初期値の false なので if 文の前半が実行されます。中のブロックでは asynchronousStartUnwind が呼び出されてますね。これはここの時点で unwind モードに入るよということを示しています。アンワインドモードにしてからそのままスリープを抜けて、スリープ後のプットは一旦スキップされてメインまで戻ってきます。もうこの時点でちょっとおかしなプログラムですよね。メインまで戻ってくる間、このアンワインド操作っていうのは現在のフレームを、メモリ上に書き出してくれます。この時点で制御はメインまで戻っているので、プットスリーピングとかスリープ中に他にやりたい処理が自由にできます。ここでプログラムを再開します。プログラムの再開はリワインドといって、コールスタックを再構築しながらプログラムの実行状態を復元していきます。asynchronousStartUnwind を呼び出してリワインドモードに入ってからもう一度 foo を呼び出すと、 unwind する前に実行されていたスリープ前のプットがスキップされて、もう一度、直接、スリープを呼び出します。今度の呼び出しでは isSleeping が true なので、今度は else ブロックに入ってAsynchronous Stop Rewind によってリワインドモードを終了します。ここまで来ると1回目のスリープを呼び出していた時の状態が復元されているので、アンワインドしていた時にスキップされていたスリープ後のプットが呼び出されるわけです。asynchronousの実行時の流れを見ていきました。次はこの動きをどうやって実現しているかという紹介をします。プログラム変化の流れとしては、レジスタをローカルズに漏れ出させて、コントロールフローをいじくり回して、で最終的にアンワインドをリバインドする時の、ローカルズの対比と復元のコードを挿入します。WASM の右が C のコードをそのまま変換した、WASM の右が C のコードをそのまま変換した、WASM の右が C のコードをそのまま変換した、WASM の命令列になっています。 WASM はスタックマシンなので、引数として渡ってきた SIM を、スタックに積んで、rbsim2string を呼び出してスタックを1個消費して、また1個スタックに値をプッシュしています。プッシュされた値は rbstringlength が消費して、最終的に長さの値がプッシュされるので、それをリターンします。最初の変換としては、 wasm レジスタローカルズにバリュースタックの内容をすべて書き出します。この操作によってアンワインドが起こりうるタイミングでバリュースタックに値がないことが保証されます。これによって今後はローカルズの保存と復元だけについて考えればよくなります。次にコントロールフローをいじっていきます。
アンワインドとリワインドの最中にどのコードを実行するかというのを選択できるようにしています。アンワインドが発生した位置を保存して、リワインドではそこまでの実行をスキップできるような if 文を挿入しています。で最後にアンワインドの時の、ローカルズのメモリへの書き出しとリワインドの時の、ローカルズへの、ロードを追加しています。というわけで Asyncify のテクニックによって今まで欠けていたと思っていたピースが揃い始めました。実行状態の保存については Asyncify が実行状態をメモリに書き出してくれますし、復元についてもコールスタックを最初から構築し直すのでコールスタックをまたいだコンテキストスイッチにも対応できます。保守的 GC のために WASM のローカルズとバリュースタックの値を見たいという話も、 Asyncify がバリュースタックの値をすべてローカルズに書き出してくれる上、さらにその上でローカルズの実行状態をメモリに書き出してくれます。なのでそれを通して間接的にローカルズとバリュースタックの値をスキャンできるわけです。というわけでやばそうに見えたドラゴンを討伐できました。こうして Ruby がブラウザを含めていろんなところで動くようになったわけです。やった。ひとまず移植はできたので、皆さんの気になっていそうなクエスチョンに答えていこうと思います。まず、WASM 上での制約ですね。まあ、大体は、倒せたんですが、ちょっとどうしようもないやつもいくつかあるんですよね。とりあえず、スレッド周りの API が残念ながら使えません。そもそもスレッドのセマンティクスが WebAssembly 上で議論中なので、今は Not Implemented Error を投げています。あと困りそうなところで言うと C の拡張ライブラリを静的リンクしないといけないところですかね。拡張ライブラリ自体はそのまま動くんですが、ただ、WASM にも、WASM の動的リンクの ABI が、正式な仕様になっていないというのが問題としてあります。一応動的リンクの ABI はあるんですが、正式な仕様になっていないので誰も実装していないという状況です。なのでどうにかして静的リンクできるようにゴニョゴニョしているんですが、このあたりはビルドシステムの改善も必要になってくるので、一筋縄ではいかないので、絶賛実験中です。もう一つ皆さんが気にしていそうなバイナリサイズですが、 GZIP やブロットリーをかければ割と現実的なサイズになっているんじゃないかなと思います。インタプリタ自体も大きいんですが、プレーンテキストの Ruby スクリプトはかなりの重量がありますね。特に標準ライブラリを含めバーチャルファイルシステムに埋め込んでバイナリにワンバイナリにすると生の状態で25メガバイトになってしまいます。ちょっとこれはそのままブラウザでロードするには重すぎますね。まあこのあたりはもうちょっとなんとかできるんじゃないかなという目論みがあるのでご期待ください。で、もう一つ CRuby を WebAssembly 上で動かした時の実行速度のパフォーマンスの面ですが、もちろんネイティブと比べるとかなり性能は落ちてしまいます。これは WebAssembly VM 上で動くことと Asyncify の変換で生じているオーバーヘッドが
主な原因となっています。まあ、あんだけコントロールフローをいじくり回したら遅くなりますよね。MRuby とはまあ大体同レベルといっていい性能になっています。同じブラウザで Ruby を動かす技術の Opal というのがありますが、これと比べるとかなり速いことがわかるかなと思います。ということで、大体皆さんの、真っ先に聞かれそうなところは答えられたんじゃないかなと思います。で、今回の移植プロジェクトでは遠藤さんや笹田さんをはじめ Ruby コミッターの皆さんにはたくさんアドバイスをいただきました。また、Ruby アソシエーションには女性プロジェクトとしてご支援いただきました。また、関連プロジェクトにパッチを送ってくださった皆さん、リリース前にもかかわらず、実際にたくさん使ってくださった皆さん、どうもありがとうございました。ということで、時間もいいと頃合いなのでまとめです。Ruby 3.2 では WASD ベースの WebAssembly サポートが入ります。ブラウザだけでなく、いろんなプラットフォームで動くようになります。これについては、いろんなユースケースがあると思うので、ぜひ使ってみてください。で、手軽に試せるように、ビルド済みのバイナリと NPM パッケージを配布しています。ただ、自分で動かすにはちょっと腰が重いなという方も、皆さん、ウェブブラウザは手元にありますよね。ジェムを試せる IRB 環境がありますので、好きなジェムで動くか、ぜひ試してみてください。まあ、ピュアな、Ruby のジェムであれば大体動くんじゃないかなと思っていますが、目も手も全然足りていないので、ぜひフィードバックいただけると大変助かります。ということで、本日の発表を終わろうと思います。ありがとうございました。